チェケラッチョハゲラッチョトレンディエンジェルでーす。お願いします。来ましたね、ついに。いや、来ましたね。我々もついに YouTube に、はい、いやー、待ったね。待ったね、だいぶね。なかなかやらしてくんなかったからね。そうだね。いろいろね、去年はね、吉本いろいろ揉め事があったんでね。確かにね。いろいろ。なかなかできなかったですけど。でもやっぱ本当いよいよね、YouTube ということでね、もう数々のね、芸人たちがこう駆け抜けていきましたよ、もう。みんなやり始めてね。みんなやり始めてて。ちょっと遅いぐらいの。遅いですよ。なんだ、その一番最後になるの待ってたんですよ。本当に。ついに。それぐらいに。うん。一番最後ぐらいになるのを待ってたぐらいの感じでですね、はい、やりたいんですけどもね、もう本当にやっぱ YouTube やるとなるとね、もう本当にもう休めないという、毎日ね、なんか上げたりとか、何かしらやっぱ上げなきゃいけないですから、それを踏まえてね、今なんか僕今病弱な喉になってませんか、そのなんかその病焼けみたいないや、大丈夫です、なんか本当にね、はい、だから本当になんかもうこれからはね、やっぱまあ何かしらその軽い気持ちでね、なんかみんなと、こう触れ合っていけたらいい。見てほしいね。見てほしいよね、やっぱりね。え、それさ、 YouTube は普段見るんですか。僕はヒカルオンリーですね。はい。あ、ヒカルさんね。ヒカルさんの YouTube はよく見たりしますけど、あと半分の人ね。半分の人、そうです、はい。あとはその、まあ、子供がやっぱよく見てるから、あのボンボンチャンネルって言って、ボンボンチャンネル。子供が童謡を歌ってるチャンネルがあるんだよね、女の子2人でね。そういうのとかは結構見たりしますけどね。はあ。あとは結構ぼったくりバーに潜入するやつとか結構してる。ああ。そういうのは結構見ますね。はい、はい。うん。僕はあれその、ユタボンとか、ユタボン、え、革命家、少年革命家ユタボン、はい、とか、はい、そうですね。少年革命家ユタボンは小学校も行ってないのかね、やっぱね、今も、うん、あれ、やっぱ俺が小学校の時見てたらどうなってたのかなって思ったり、確かにそうだよね、行ってなかったのかなとか、ユタボン、ユタボンも元気かね、ユタボン何してんだろうね。ユタボンもちょっと気になりますけどね、やっぱ情報をこう発信するからさ、結構やっぱいろんなこともやっぱあると思うからさ、そこはやっぱでもどういうチャンネルにしていきたいかっていうことですかね。確かに、ほんとネタだけ上げるとかね、そう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 、そういうのもありますから。でもやっぱね、ほんとにね、ジャルジャルさんとかやっぱすごいからさ、あ、ひたすらネタをね、もうめちゃくちゃもうすごい再生されてたりとか、あとはなんかやっぱでもみんな結構芸人さんがやるのってやっぱなんかこう絡んだりとかさ、そのなんかコラボね、コラボとか、ロケものも多いし、やっぱ歌ってみたもやっぱね、あ、歌ってみたもやっぱいい、やっぱあとやっぱ俺踊ってみたもやっぱやりたいね、最初あの本当に基本のやつね、最初のボックスとかってこと。いや、ボックス、いや、そういうことじゃなくて、あの、違くて、あの、そういうことじゃなくて、YouTube の基本としてさ、昔踊ってみたとかさ、ありましたね、歌ってみたをさ、あ、ボックス踏んでみたとかじゃないですか、ね、ボックス踏んでみた見ないでしょ、誰も見ます、誰か、僕のボックス踏んでみた。いや、俺は見るけどね。いや、ひたすらね、それはだから、おいおいやりたいけど、でも、その、踊ってみたとかの、その、なんていうんですかね、結構一人で結構、なんていうんですかね、あの、表現する系を結構俺、いろいろやってみたい系、やってみたいかな。やってみたい系やってみたい系やってみたい系 YouTuber、 やってみたい系 YouTuber だね、俺はね。たかしは逆にそのどういうのがいい。確かに踊ってみたいね、そうそうそう、普通みんな何踊ってんの。いや、でもあんま踊ってる人俺見たことないですけどね、芸人とかで。なんか歌はやっぱ簡単にできるじゃん、歌えばいいんだから。でもやっぱ踊る系はちょっとそれ変な意味じゃないです、はい、あのなんか歌はこう誰でもやっぱみんなの、まあ確かにね。でも踊りはやっぱ練習しなきゃいけないから、踊ってみたらいいね。そう、俺踊り好きだから、やっぱこれは踊ってみたはちょっとやっぱやってみたいね。俺も踊ってみたがいいわ。あ、いいじゃん、やっぱあれできるからね、スピンとか、スピン、あ、ブレイクダンスね。ブレイクダンスとかね、できるから。高校生の時やってましたから。そうそうそう、そういうのとか、いいね、いいね、でもやっぱ足高はやっぱあのアイドル系のやつとかもやっぱあいいんじゃないか。確かに、地下アイドルのダンス踊ってみたとかの方がいいかもね。地下アイドル、いや、お前が踊るってこと、地下アイドル興味なくない、あんまりそれは。いやいや、斎藤さんのボックス踏んでみたよりかいいんじゃないかなと。まず最初だね、その対決だね、まずはね、まずは最初のその対決だけど。え、誰とコラボ、芸人、それともその、まあ、やっぱ YouTube の人とかいいんじゃないですか。それもヒカルさんとかね、ヒカルさんとか、ね、ヒカキン、ヒカキン、とか、何、はじめ社長とかさ、芸人とまず最初はこう、確かにね、確かに確かに、コラボするといいんじゃない、そうね。だからやっぱ本当にね、まずでも見られなきゃしょうがないからさ、結構みんな苦戦してんのよ、やっぱ見た感じさ、まあ、なかなか伸びないって言いますよね。名だたる結構そのいわゆる芸人の方とかでも、え、この人1万人も行ってないのとかさ、やっぱ、え、1000回とか再生されてないのとかもやっぱあるから、そういうのもね、それはもうしょうがないと思う、最初だしね。最初はね、やっぱもうそこはもういろいろ上げてさ、ちょっとチャレンジしていこう、やっぱりやりましょう、ユタボンとはコラボできるのかな、ユタボン少年革命から来てくれるかな。まあ、そうだね、行かへんって言われたらね、行かへん
トレンディエンジェルとコラボせえへんって言われたら強いもんな、シンがな、シンが強いからやっぱ言うこと聞かない、学校も行ってくんないんだからな、自分がやりたいことしかやっぱやっぱ言った分ぐらいのやっぱでもシンを持ってやんなきゃダメよ、うん、ああいう人になりたい、なりたいよね、やっぱりそうだチャンネル名とかもね、ああそっか、チャンネル名も決めなきゃ、なんかみんなどういうの、普通のコンビ名にトレンディエンジェルチャンネルみたいなチャンネルぐらいの感じで TV とか、ああなるほどね、あとなんかさかまいたちさんとかさ、うん、なんか最初オープニングの変な決まったポーズみたいなやってるよね、あ見たことないですか、うん、なんか変などすこいどすこいみたいな、なんか決まったなんか変なのやつ、バンユンチャンネルとかもあるじゃん、はい、早くやなかったバンユンでーすみたいな、そういうああいうのなんか YouTuber っぽくて、はいはいはい、うん、あそういうのもああいうのもちょっと作っていきたい、ね、チャンネル名をまず決めないとね、そうチャンネル名とやっぱその最初のさお決まりの、そうヒカキンさんだったらヒカキン TV AV でって言ったらバロブンブン YouTube みたいな、はいはいはい、そういうのもやっぱあった方がいいかな、トレンディエンジェルチャンネル、トレンディエンジェルチャンネル、うん、ペペペみたいな、ツルツル、うん、まあそうだ、まあどっちかだろうね、でもツルツルかペペペか、まあその二択だね、まあまあそうだね、うん、まあでも何かしらこの一個ギャグっぽいさ、うん、ポーズはやっぱキャッチーなやつだね、キャッチーなやつをちょっと考え、ね、考えようよこれはやっぱりね、うんうんうん、そうしましょう、そうしましょうか、うん、やっぱこのチャンネルをね、うん、広めるためにやっぱこう、はい、皆さん見てほしいから、はい、コメントとか、はい、もういいねをね、はい、バットもね、そうですね、バットもありつつバットもたくさんください、はい、本当にあれだけ俺やめたいんだよね、あれチャンネル登録よろしくねみたいなさ、うん、やつあるじゃん、うん、俺やっぱ子供のチャンネルとかよく見るからさ、うん、子供のチャンネルとか見ててもチャンネル登録よろしくねみたいなのやってるのを見て結構冷めちゃうから ね、 ね皆さんということでぜひねチャンネル登録お願いしますこれが嫌なんでしょ、そうそう、でもぜひ本当にお願いします、まあはい、皆さん今後ともぜひよろしくお願いします、頑張るぞ、ペッペッペー、出た、チャンネル登録よろしくね、絶対だよ、なんそれ